本日はレッドブルのペレスにてスペイングランプリ1分19秒をまずコンスタントに出すために、スペイングランプリを100回やりたいと思います。難易度は80まで来ておりますといったところです。では行きましょう。スペイングランプリ100本乗っていきます。対戦よろしくお願いします。まあなんとかね、10回に1回ぐらい1分19秒台が出るかなっちゅうぐらいで、平均すると5番手6番手ぐらいなんだよね、おそらくね。そんぐらいの平均値です。まずAI80 でちょっと確実に1位を取れるような、まず1分19秒台しっかり出すというところでやっていきたいます。まずは1本目、さあ行ってみよう。だいぶね、だいぶ把握してきたわけよ。だいぶと、ちょっとあかんね、ちょっとあかんね。まあ1本目なんでね、1本目なんで許してくださいと、1本目なんで許していただきたいんですが、まあだいぶスピンに関しましては自己流の、これダメだ、これはダメよ、全然ダメ、全然ダメよ。これもダメ、ここもあかん、ここもあかん。分かっては来ているんだが、これもちょっと理想と違う。うわ、ぐしゃぐしゃだね、ぐしゃってるね、ぐしゃっている中で、まあ、それでも6位ぐらいでまとめたい。6位ぐらいで、意外と3位か、意外と3位だね今。ここ結構得意なんだけど、オーバーランした、めっちゃオーバーランした、ここ超オーバーランしまった。ちょっとくっそ制御できてない。まあ、1本目っちゅうことでなんとか許していただけませんか。1本目っちゅうことでくっそ、この辺がよ、初プレイはちょっとぐだるな。まあでも6位か、まあ20秒5ぐらいか、これで20秒5ぐらいか。でもどうだ、20秒360か。でも意外とミスってもちょっと早くはなってきています。そんな感じではございます。なのでもうどんどんやっていきたいと思います。さあ2本目がやってまいりました。まあでもさ、かなり1本目相当オーバーランしたし、それこそコース外に飛び出たんだが、まあ、6位フィニッシュの20秒36ではあるんよね。ではあるんだよ。もうちょっと、もういかん。ここインをつく、立ち上がりを。もう、くそ、ちょっと、指が動かん。左手の親指が、言うこと聞かん。ちょっと巻き返せ、こっから巻き返せ、諦めた。いやー、ぐしゃってんな。ただまだ、ここのコーナーは我得意ではあるのよ。若干巻いて、ここがあんま得意じゃないけど、ここがっつり、耐えない。2本目は終了。さあ、3本目さん、こんにちはと。ちょっと、指が動いていない。左の親指が。ここも、ちょっと甘い。左の親指が動いていない。まだ3本目。くそ。分かっちゃいるんだが、結局再現できないんよね。分かっちゃいるんですが、なんとなく体感でこう走ればスペイン速いんとちゃうかみたいなのは曲がりなりにも分かってきているんだが、まあ、それを一発で再現できるかというとまた別の話。危ない、ギリ耐えたけど別に速くございません、まあ、ここでワンチャン巻きたいが、いやー、ここがね、ここちょっと不得意なんよね。なんかまあもう僕の走りとしてはあそこはもうがっつりまずブレーキ踏むぐらいしかない。もうコーナーカットしちゃダメよ。これはちょっと値しませんね、記録に。くっそー、ダメや。さあ4本目さん、よろしくお願いします。ちょっとなんか雑意というか指がついてきて、もうここもダメ、まずダメ。この一発目の第一ターンでさ、わかるよ、もうあそこ踏みすぎなんだよね、ブレーキ。おそらくブレーキを踏みすぎ。ここも刺してよくないけど、まだ耐えてる。ここでちょっと巻いて、この辺負けるゾーンなんでね。ちょっと巻いた。で、ここが一ちゃん不得意だったんだけど、何やってるんだ。ぐっそ。ワンミスで全て終わる。ただまだ。ちょっと微妙。無難にまとめたけど、ここのちょっと親指の使い方があんまり、今日まだ冴えてない。まだ冴えていない。あそこの立ち上がりが、ちょっと今日、下手くそですな。まあ、言うて別にそんな変わらんのやけど、ベストでこれ出ない。とりあえず4本目で3位。まあでも20秒台でしょ、これも、結局。
うわぁ、ちょっと、普通に19をまず出したいね。20秒358。次行ってみよう。5本目さんよろしくお願いします。ちょっと寸出のところで、まずここよ。まずここの入りがあんまり、あれなんだよな。まず納得いく入りができていない。あーもう、そうするとここにも、もう全部連動してるんだよね。おそらく F1 になるもの。あーもう、ここもゴミだし。まず最初のさ、第1コーナーミスると、もうそれでリズムが狂って、全部狂っていく。全部意外と連動してるんだよね、なんか。全部連動してるな。中盤結構立て直してきてるけど、前半のビハインドが。さあ、あと後半。あー、ちょっと守りに入った。うわー、マジか。くっそ。唯一負けるチャンスだったね、あそこで。まだ望みを捨ててはいなかったのに。ちょっとやや得意なところで、ロスったな。うわー、そしてコーナーカット。これはダメだ。これはあかん。あー、このタイムは参考記録です。あー、もう。F1 ってさ、F1 もメンタルスポーツじゃない？はい、6本目さん、よろしくお願いします。F1 ってさ、メンタルスポーツじゃない？絶対。もちろん上位にいればさ、上位でフィニッシュしたいという焦り、下位にいれば巻きたいという焦り、ねえ、ピンチとチャンス、ものすごいやってくるやん、そんで。あー、もう喋ってる場合じゃない。300キロの中で命をかけ。で、それをさ、結構な数、回数こなすわけやん。ゲシュタルト崩壊してくるね、たまに。なんない？アクセルとさ、アクセルとブレーキ間違えるじゃないけどさ、なんかゲシュってくるよね。それとも戦わなきゃいけない。あれ、俺ここどうやってたっけっていうかさ、あーもう、くっそ。あと欲との戦いだよね。実際はさ、今タイムアタック的なものだからあれだけどさ、相手を抜くシーンとか抜かれるシーンとかでさ、踏みすぎたりさ、しちゃうよね。だからさ、F1 ってさ、メンタルスポーツだと思うんだ、俺。結構、その節が強いと思う。ただこれは、違反なしで一応2フィニッシュ、ただ20秒台だろうね、結局ね。1位誰だった？ルクレールだったか、今。ルクレールはまあ、速くないんだよな。20秒台で1位の時とかあるから。フェルスタッピンか。あ、一応19秒、967。本日の最速出ました。19秒、967。これぐらいはまあ、普通に出したいんだよね。まだやっていきます。7本目やってまいりました。先ほど6本目で19秒、19秒台、今日初の19秒台、19秒967。出たんですが、その辺をミスってもそのくらいで着地できるような、人間になりたいんだが、大きく膨らむ。大きくロスる。これ基本やっぱさ、アウトインアウトと言われているが、インコース走るでいいんだよな。ざっくりとしたさ、それぐらいの F1 の知識しか入れてないんだが、ざっくりと。そんで、あと感じたのは、なんとなくの、アクセル0100、にしがちなんだけど、微細なアクセルの開きというか、その辺が大事なんちゃうかなっていうのに気づき出して若干速くはなってきているんだが、あとはでもそのコース自体の攻略とかそういうことになるとは思うんだが、まあまだキャラコンをさ、磨く余地は全然あると思うんだ。全く全然あると思うんだ。さあ、これも一応2フィニッシュ。7本目もこっちの方が早いんじゃない？さすがにちょっと7本目の方が早いんちゃうか。どうや。さあ、結果は19秒822ベストを更新。さあ、8本目さんよろしくお願いします。で、6本7本と19秒台を出していて、2番グリッドを獲得しているんですが、まだフェルスタッペの方が余裕で速いと。で、ここよ。ここミスってたね、さっきも。ここの第1コーナーをまずミスっていた。かなり大きく膨らんでいた。まあ、先ほどよりかはまあ膨らみは少なかったんだが、なんとか。さあ、ここも得意よ、割とここは得意。割とここ得意で、この後のここがまあまあ得意。あーと思ったけど、うわ、ぐしゃった、ぐやうわーと思ったのにぐしゃった。9本目さん、いらっしゃいませ。8本目は、いや、第1セクション前半めちゃめちゃ調子良かったのにな。それでやっぱあれだよな、欲をかいてしまう。欲をかいちゃいけるんちゃうかみたいな、いけるんちゃうかみたいな欲をかいて、ああいうミスになってしまう。で、あれをもう何十回と繰り返さなきゃいけない。あー、いけないというのがF1 の難しいところなんじゃないでしょうか。なんとかなってんのか、今ので。マジか。大雨か、今回大雨じゃないか。すごいミスってたけど。あー、ちょっとここがおかしくなってきてる。うわー、マジか。うわー、あそこがおかしなってますやん。ちょっと。前半が良くなったと思ったら中盤が終わってきた。あー、もう。やっちまった。制御できひんかった。あー、おかしい。ぐしゃってる、中盤から。
中盤から全てがぐしゃった。うわどっか来るとさなんかぐしゃぐしゃになるんよねやっぱり。あーもうちょっと待って、また親指が動かなくなってきた、左の親指がちょっと。うわーこれででもいつ20秒後ぐらいか。うわーマジかよ、ちょっとなんか左手の動きが緩慢になってきた。20秒630ね。さあ記念すべき10本目やってまいりました。ちょっと6、7で結構いい調子になって、8、9で結構ミスってるね。8、9で結構ミスってる。ああ、ここもちょっと攻めきれず。攻めきれず。さあ、膨らんでしまった。もうちょっと狂ってるんだよね。ああいうのが出ちゃうと。ああ、ちょっと。ああいうのが出ちゃってると、ちょっと、アドリブドライビングになっちゃうんだよな、結構。あそこでちょっとさ、もうすでにリズムを崩してると。ああ、もうちょっと待って。親指が。左の親指が言うこと聞かん。疲れか、もう。疲れてるか。いやーちょっと終盤が良くはなってきてるけど、前半が終わってきたらなんか、うわ一瞬前半結構、あー待ってここ、うわここも上がれなくなってきてる。なんかなんでだ、え今まであんなのなかったのに初めてやんだけど、あそこなんかオーバーラン気味になるの、なんでだ、ちょっと忘れちゃってるやり方を。そしてトラックリミット越えと。うわーちょっと待って、前半と終盤も終わってきてる。さあ11本目です。だいぶ一周のほぼ3分の2ぐらいが下り出してる。3分の2ぐらいがなんか今までやったことないような走りになってしまっている。今までなんかあの終盤のさあの DRS 区間明けのコーナーなんてあんな膨らんだことないのに、なんでだ、これがプレッシャーか、プレッシャーなのか。おいあそこあんな膨らんだことねえぞ、ちょっと走り方忘れちまったかもしんねえ。ここからおかしい、ここがおかしい、ここ、ああまあまあまあ、ギリギリギリベストではないがギリ。さあここはまあうまいこといった。いやここよ、ここちょっとちょっといい攻めてみよう、いい攻めよう。 OK、 まあいいでしょとりあえず。とりあえずちょっと甘々すぎてるから、あんぐらいでいいだろ、あんぐらいで締め直して。危ねえ、なんと答えた。さあこれはどうだ、これはどうだ、これはどうだ、最後いけるか、いけるか、危ない、あーなんで、ちくしょ力入りすぎた。さあ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 、これはまっとうに一応ポールポジションは取ったが、タイムはどうなんだ。フェルスタッペンが落ちてる場合20秒台でも別になポール取れるんだよね。あ一応19秒472、これ結構ベストに近いな、今まで人生の中でも多分19秒1アーダコーダぐらいが人生ベストだと思うんだよね。本日のベストを19秒472、爆誕。